やっほー、おはようございます。今日は私がすごく楽しみにしてた撮影があるの。結構派手ですよ。ジョラララーン、ちょっと見えてる？そしてジョラララーン、かわいいでしょ。今日は自分でお洋服も用意して、自分でイメージした撮影をしてくるんです。多分この動画が上がってる頃にはもうね、この今日撮影する作品はインスタグラムにアップされてると思うんだけど、今年はなんかいろんなことにチャレンジしてみたいなと思った中の一つを今日はね、今からやってきます。まださ、撮影前の私なんですよ、今撮ってるのが。だからどんな風に仕上がるのかまだわからないという、この不安な気持ちでいっぱいな朝を迎えてます。あとちょっとだけね、荷物まとめたりとかしたらお家を出て向かいたいと思います。楽しみなんだけど、不安だったりワクワクウキウキいろいろあるんですけど、素敵なものに仕上がってたらいいなという感じで、まあちょっとね、今日も Vlog 撮っていきたいと思います。じゃあ行ってきます。ということで、ただいま撮影が終わりました。今日の撮影風景ちょっと見てもらったと思うんですけど、あれをね、やりたかったの。これから画像が上がってくるのでとっても楽しみなんだけど、すごく私のイメージ通りにとっても素敵に撮れたんじゃないかなと思って、私はもう今嬉しい気持ちでいっぱいなんです。カメラマンさんとヘアメイクさんとマネージャーさんのおかげなんだけど、最高な気分です。っていうところで、今からちょっとね、バレンタインの動画をちょっと明日撮ろうかなと思っていて、フライングタイガーに可愛いアイテムたくさんあるっぽいので、お買い物をしに行きたいと思います。じゃあフライングタイガーに行ってきました。ちょっとだけなんだけど、可愛いアイテム買えたから、これはまたね、明日バレンタイン動画を撮るときに使いたいと思います。バレンタイン動画をね、明日撮って、もう多分動画は載ってるのかなと思うので、ぜひそちらまだ見てない方は見てください。そしたら残りはスーパーに寄って食材を買ってお家に帰ります。明日は私は何を作るのでしょうか。今年は成功するのでしょうか。やっほー、別日になりました。今日はお誕生日前日ということでね、昨日なんとね、サプライズでマネージャーさんがディナーの時間を用意してくださって、そこでね、こんな可愛いね、ニコライ・バーグマンの花束を用意してくださっていました。幸せ時間過ぎた、もう嬉しい気持ちでいっぱいの今日なんですけど、今日はね、自分で自分の誕生日をお祝いしたいなと思っていて、じゃあそんなね、一日の Vlog を撮っていきたいと思います。もうね、お家を出て表参道の方に今日は向かっていきます。はい、表参道の方に来ています。で、今日はさっき言った通り、私が自分の誕生日を自分でお祝いしたいなと思って、2年前に確かそんな動画を載せたと思うんだけど、だから今日はね、美味しいものを食べたり、あとは私が欲しかったバッグも買っちゃったりしたいなと思っているんです。念願。でも私がね、欲しいなって思ってるカラーがまだ残ってるかわからないとかっていうのもあったりして、ちょっと前に別の店舗行ったんだけどね、あ、今日はロエベに行きます、大好きな。で、その違う店舗に行った時に、このカラーはめちゃくちゃ人気でないかもしれませんっていう話はすごい聞いてるから、もしかしたらないかもしれないけど行ってみます。可愛いお目当てのバッグが買えますように皆さん祈っておいてください。ということで、今から明日がバースデーということで、バースデーケーキ、一人バースデーケーキ食べに行きます。
しそう。こちら土佐文旦を使ったタルトです。そこのお店初めて来たんだけど、ソータルトっていうあのタルト屋さんらしくって、インスタとかでは見たことあったんだけど、今日初めてやってまいりました。すごくね、いろんな種類があって迷ったの。いろんなフルーツあってね、で結局シャインマスカットと文旦でどっちにしようかなって迷って文旦にしました。そしてホットラテ、オーツミルク変更、いただきます。うん、美味しい。うん、今日すごく暖かくって、3日前まで雪がすごい降ってたりしたんだけど、とてもとても春に近づいてる感のある暖かい陽気で、今アウターなしで座れてるから外で、いただきます。うん甘いタルト生地と文旦のこの柑橘、すっごくバランスが良くて美味しい。私ね、タルトのケーキ好きなんだけど、上にあんまり甘いもの乗ってると結構甘々であれなんだけど、柑橘系とかがすごい好きなんですよね。だからいつもオレンジとかがあったらオレンジタルトとかを頼む。それかバナナとか、あ、それかシャインマスカットとかだけど、文旦あったから柑橘系っていうことじゃ。うん、タルトの部分もすごい美味しい。最高。はい、今カフェを出てきました。美味しかったタルト。ラテも美味しかったしな、また友達と一緒に行きたいな。そんな感じのとてもあの可愛い可愛いカフェに行けて大満足なんですけど、今からとうとう行きます。私が欲しかった自分への誕生日プレゼント、あるかな、あるかな、どうかな、どうだと思う。とりあえず行ってみましょう。今ね、お店を出てきました。私がねちょっと気になってたバーワークっていうお店があって、バーなんだけどちょっとだけ軽食があったりして、それがすごくねあの美味しそうで、前々からチェックしてたんだけど、一人で行きやすいところってどこかなってチェックしてた時にすごい良さそうだったから、今日は一人でね前夜祭してきました。この動画の最初に映ってたと思うんだけど、あの撮影の風景あるじゃないですか。なんかね、私が多分ちょっと前から話してた、何か自分の YouTube とかこの活動に変化が欲しいって思ってる時期だったのね、ちょうど少し前まで。それで新しい挑戦として自分で好きな世界観を残していけたらいいなと思っていて、ちょうどそのタイミングが私が27歳になるというタイミングではあったんだけど、何か挑戦したい、新たなことをやってみたいなっていう、この気持ちがふつふつ湧きが上がるタイミングでもあったんですよ。だからああいうものを撮影して、信頼してるカメラマンさん、ヘアメイクさんと一緒に何か作り上げたいと思って始めてみました。もうインスタグラムは載ってると思うんだけど、であれは今後も続けていく予定なんですよ。今回の誕生日っていうのはまず一つあるんだけど、今後もねあんな感じで作品を残していきたいと思っているところなんです。そんなタイミングで今日はね、あれから数日間空いてるんだけど、自分でちょっと誕生日のお祝いもしっかりしたいなと思って動画を撮っています。で、じゃん、お目当てのものを先ほど購入してきました。なのでこれは今からお家に帰ってオープンします。一応言っていくと、私がお目当てしてたカラーは人気でなかったんですよ、在庫が。でもね、その代わりとってもとっても可愛いカラーに出会えたの。
だからもうハッピーすぎて出会えてよかったと思って、まあ巡り合わせじゃないですか、何でもね。だからこれからこのカラーをね使って私の相棒のバッグとして一緒にね私の生活と共に過ごしていけたらいいなっていう感じです。はい、それではお家に帰って皆さんにどんなものを買ったのかお見せしたいと思いますので、お家に帰ります。びっくり、バッキーが来てくれたのサプライズで、どういうこと、びっくり、嬉しい、ちょっとおめでとう、おめでとう。でもなんか2人で、ね、2人で、そう、イエーイ。ジャックも一緒に使う、あ、使えるよ、みんなで使える、みんなで使える、みんなで使われてお手紙、お手紙2人から、おしゃれ、ハッピーバースデーって書いてある、かわいいよね、それめっちゃかわいい、かわいい、ハッピーバースデー、ノエルとジャッキー、カードがかわいい、ハッピーバースデー、イエーイ、食べるわ、じゃん、それだけじゃわからない、あ、わかる、椅子、そう、すごいね、すごい、何これ、え、嬉しい嬉しい、なんかこう新しくできるんだって聞いて、よくご存知だ、よくご存知だ、私たち椅子が欲しいって話してたんだよね、そうやっぱりすごい話してて、ね、自分で買うとかしないもの、うん、ってそう欲しいけど考えてなかった、そうで、ね、で車とかにも住んだら、しかもこんなちっちゃくなるんだ、そういいよね、めっちゃいい、可愛い、すごいやん、ジャックくん、だからすごいね、これね、頭が技かな、新しい技かな、なんか最初は生地が硬いからちょっと力がいるかもやけど、うん、なんかこれが手洗いできるらしくて、汚れてもそう手洗いして、お、すごい、すごいよ、ねえ、できない、最初は硬いって言ったけど、立派、結構硬いのかな、嬉しい、嬉しい、嬉しい、イエイ、座ります、これめっちゃ、私さえよいしょ、あー、いいね、いいね、ありがとう、フィリアサイズだ、イエーイ、ありがとう、多分、意外といけるね、ジャックも座りたいの、ジャックも座れるよ、どうぞ、ジャンプ、やめとくか、軽い、いいね、めっちゃ軽い、ありがとう、ありがとう、嬉しい、ありがとう、ハッピーバースデー、嬉しい、前日に来てくれた、ハッピーバースデーイブ27歳になっちゃうわ、早ない、やばいよね、出会って10年だよ、ハッピーバースデー、はい、撮りますよ。やっぱ写真は明るいな。いい感じ。はい、撮ります。ハッピーバースデー。せーの。おめでとう。はい、ということで本日2月9日無事27歳を迎えました。で、昨日の夜、サプライズでワッキーカップルが来てくれて、びっくりして、もうインターホン鳴って、え？こんな夜になんか頼んでたっけ？とか、ヤマトだっけ？とかって思ったんですよ。そしたらさ、見たら、二人並んでて、え？どういうこと？とちょっとびっくりしまして、その後はちょっと見ていただいたようにプレゼントをいただいたり、みんなでケーキ食べたり、あとカードゲームしたりしてバイバイしたんだけど、もうその時点でもう幸せいっぱいすぎて、そう、もうね、ハッピーすぎましたね。そして本日こちらを開けます。うじゃーん、
はい、こちら昨日ね私が購入しに行ったルエベのバッグを本日からもう27歳から使いたいなと思っていたのでオープンします。いやー嬉しすぎる。じゃん、なんとねお手紙まで入っててびっくりしたもん。さっき一旦ね袋を開けたりしてたらお手紙が入ってて嬉しい、ありがとうございます。それではオープンしますね。こちらみんなと一緒に、じゃん、どう開けるんだこの箱は。こちらですよ、いきます、カカー、あ、見えた、わーい、じゃ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 、わーい、かわいい、出てきました、これ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 、かわいい、わ、かわいいじゃん。やっぱりこちらにしました。もともと言っていた通り私が一番気になっていたカラーはもうね全国的にとってとても人気で、でもやっぱり使いやすい色だったのね。そっちの方はブラックとかじゃなくて結構暗めのブラウン、チョコレートっていう色が結構可愛いなと思ってて、でも実際見たわけじゃないからわからないんだけど、で店頭行った時にこう色は何種類かあって、そこにこれが並んでた時に結構このイエロー可愛いって目について、で実際にこう試させてもらったりとかしていろいろ考えたの。これからの服装ってどんなだっけとか、春とか夏にも使えるバッグもいいなとか、でも冬にもこういうねちょっとワントーン合わせにこれだけこうパッと目を引くカラーだからこそ可愛いんじゃないかとかっていろいろ考えた末、こちらのサンフラワーっていうカラーをね選びました。ひまわりということで、とっても名前から可愛いなと思い、これからの相棒です。あ、そうだ、これはねスクイーズバッグっていうものでミニのサイズになります。すごい、でもねたくさん荷物が入りそうで、結構パカッと開いてこんな感じでしっかりしてるから荷物がいっぱい入るようなバッグで、いろんなシーンで使えるんじゃないかなと思います。こちらが私の自分への27歳のお誕生日プレゼントです。かわいい、嬉しい、ということでもうね本当に幸せがいっぱいすぎる27歳の幕開けです。先日マネージャーさんからもとってもね素敵なお祝いをしていただき、昨日もワッキーカップルからお祝いをしていただき、小屋さんからもお祝いをしていただき、もう本当に幸せ。あ、そう、それでね一個言いたかったのが、私昨日さお花屋さん寄ってお花買ったじゃん。でチューリップ、黄色いチューリップとブルーのお花にしたのね。そしたら昨日帰ってきてびっくりなことに、見て、黄色いチューリップをね小平さんが用意しててくれてびっくり。しかもその後青いお花もね用意してくれてたの。これと別に、すごいのすごいの、今あっちに並べてるんだけど、え、すごいの、本当に黄色いチューリップと青いお花そこちょっともうびっくりしすぎて、びっくり仰天。こんな感じ、これが私が買ってきたやつ自分で、でこれが小平さんが用意してくれてたやつ。いや、そうそうそう、もうそんな感じで、ごめんなさい長くなっちゃった、話しちゃった。はい、幸せいっぱいの27歳、皆さん本当に嬉しいメッセージコメントなどなどありがとうございます。27歳も私らしくちょこちょことちょっとしたことにはチャレンジしていきたいなと思いつつ、また大人になれたらなと思います。今年も1年よろしくお願いします。ということでこんな感じの Vlog でした。次の動画もお楽しみにしててください。バイバーイ、おやすみなさーい。